はい、どうも、103系です。皆さんは、やられたりやり返す、倍返し、というのを知っておりますか？私は、あの言葉が、とても好きです。ということで、今回は、やられたらやり返す、倍返しだということで、今回ね、二つ目、レールンパン社倍返しでね、買ってきましたよ。ビッグカメラでね、はい。新しいの買ってきましたので、開けていこうと思います。こっちはね、もう開封済みなんで、はい。こっちはどうでもいいです。正直言えば、はい。じゃあね、2両目開けていこうと思います。はい。KF07 レール運搬車というわけで、前買ったものですね。はい、開けていきましょう。早速ですね、はい。レール運搬車はね、何両あっても、もう全然いいって感じなんで、はい。もう、どんどんね、買える分はね、どんどん買っていこうと思っております。レール運搬車ね、もう本当にね、でも大量につなげてね、やってみたいものですからね、はい。はい、というわけで出てきましたね。ああ、ちなみに初めのものはね、半沢直樹っていうね、ドラマ、今やってるドラマなんですけど、なんか今流行ってるみたいです。はい。私はね、半沢直樹ね、毎週見てもらいますから、はい。はい。こんな感じです。めちゃくちゃいい感じですね。なんか東海に走ってるね、電車の色みたいですよね。この、黄色と緑って感じが。はい。で、輪ゴムが入っていて、なんかついております。輪ゴムもね、2本入ってるんで、これを取りましてですね、レールがね、取れるようになっております。ちなみにですね、はい、組み立て方なんですけど、これね、もう一回ね、なんか土台ないかな。土台。あった。このね、前買ったね、段ボール。買ってはないな。700件のね、段ボール使ってね、はい。まずはね、輪ゴムを取ります。久しぶりにね、プラレルね、新品の動画紹介してるんですけど、久しぶりですよね、多分ね、はい。多分久しぶりだと思います。次ね、ここ全部取れたんで、ここに、あれをはめます。あれ？あ、こっちでした。すいません、こっちでした。こちらにはめます。そしたらね、どうするんだっけ？え？ちょっと待って、どうしたら、え？こういうことだ、こういう。縦向きにして置くんですね。そして、あ、ちょっと待って、なんかおかしくね？ん？なんかおかしい、なんかおかしい。なんかがおかしい、何かがおかしい。どういうことだ？ん？ちょっと待って。なんか全然わからない。ちょっと待って、全然わからなくなった。はい。ちょっと待って。ん？一応本気でわからない。ちょっとわからないんで、もう今回はこんな感じ。こっち側にしておきますよ。やっぱりね。はい。今回わからなかったんで、今回はこんな、こっちでね、プラレルね、走行動画撮っていこうと思います。もうね、せっかくレール運搬車2個もあるんでね、で、やっぱりね、走行動画撮らないとね。はい。じゃあもう一つの方も開けましょう。もう一つはこちらでございますね。やっぱ二つあるとね、二つあるだけでも迫力が違いますね。やはり、いいですね。はい。カチャッとつなげて。ちなみに、今回のね、サムネね、ちょっとつけましょうか。はい。サムネ、はい。サムネ映えですね。はい。こうしたらかっこよくない？今回はね、レールンパンサー1台をね、買いましたね。はい。いい感じの倍返しができました。はい。じゃあね、説明書が入ってるんですけど、はい。ことは無視しておきまして、このね、EF653にね、つないで、走らしていこうと思います。はい。じゃあね、つなげていきますか。あ、こっちの方が綺麗だね。なんかどうしても下向きになっちゃう。はい。まあ、こんな感じですね。はい。EF65 はね、なんかいい感じの役をしてますね。めちゃくちゃいい感じです。はい。そういやね、登録者がね、最近ね、もう40人超えてるんですけど、前も言ったと思うんですけど。
でも本当にありがたいですね。本当にありがとうございます。皆さん、皆さんのおかげで40人突破できたと思うんで、ありがとうございます。はい、しょうもないネタを置いてきましてですね、じゃあね、まずはね EF65 にね電池を入れましょうか。はい、全てね、はい、電車移動です。はい、カメラも移動です。はい、でこちらにやってきました。はい、こっち側にね、ベルン会社に入れておきまして、なんでそういう最近あんなに半沢直樹って入ってるんですかね、あんまりわからないな。ビッグマックもね、新車をこすった時ビッグマックを食べたとか言ってるんですけどね、あれの CM のどこが面白いのかって言ってるんですけど、私はね、うん、自分も面白いと思ってるんですけどね、そんな面白くない雑談を置いときまして、電池が入りましたので、つなげていきます。はい。つなげました。こんな感じです。めっちゃいい感じ。うん、かっこいいね。やっぱね、1両じゃなくて、ほら、1両とこの2両で全然差があるでしょ。めちゃくちゃかっこいいな。じゃあね、早速、試運転していこうと思います。はい、試運転ね、はい、やっていきます。じゃあね、はい、EF65 のね、こちらのね、ナンバープレートは、1071ですね。で、この電車ね、走らせていこうと思います。なんか対向列車みたいな。対向列車ではないですけど、223系のね、JR 西日本が誇る223系、こっち側に置いておきましょう。じゃあね、発車させていきましょうか。はい。出発進行。レールンパーシャ2両っていうのがね、また迫力があるんですよね。この2両がいいですよね、この。なんていうの、やっぱり3両でやった方が、プラレールって面白いですよね。やっぱプラレールは3両じゃないですね。ダメですよね。いい感じ、いい感じ。はい。見てくださいよ、私のこの部屋の汚さ。掃除する気が一切ありません。ってことはないんですけどね。はい。じゃあね、ちょっと同じこと見ててもね、ちょっと飽きると思うので、ちょっとアングル変えましょう。これね、E65 以外にもね、DD51 持ってる方とかはね、そっち側でね、遊んでみてもね、面白いんではないでしょうか。私はね、家にね、DD51 じゃなくて D10 しかないんでね。まあ、今回は EF65 で代用しました。はい、どうだったでしょうか、今回の動画。今回はね、レール運搬車倍返ししてきました。ちょっと意味がちょっと違うような気もしますが、まあ、今回はね、こんな感じで終わろうかなと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。